さあやっていくか、やっていきますか。もしもルーキーの清宮がハムでスタメンで4番で使い続けたら、実況のパートを多分12位ぐらい。怪しいな、いきなり怪しいな。だがもうこの怪しさはもうどうしようもない。怪しさはもうどうしようもない。選手の獲得をっていうか、新人、まあ前回のパートからの続きになるんでね、新人の、見つかった堀っていうピッチャー、堀田博士、こいつもしかしたらすごくいいかもしれない。支持する、とりあえずどっちか、だから不尊な感じだな。力説する、いやこの顔には将来を保証する。ひどい大失敗ってさい先悪いな、おい。で、外国人で、ブランデンを取りたい。まあ、今日から、この回から、もうやってなかったこの回から、シーズン始まるんで、ブランデン取っていいですか、ブランデン取ります。1億2600万円。これはもう賭けですね。変。まあ、この辺は多分取りは使える。まあ、ピッチャーでもそこまで困ってないよね。困るわ。金村抜けたらもしかしたら困ると思うんで、その時は取ります。ざわ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 。ブランデン外野手、見てくれ、この、高打と長打の高さよ。守備はひどいし、それ以外、特にパッとしないけど。もうね、DH なら確実に使えるね、ブランデン。まあ、トレードはあと2週で、ね、トレードはあと2週、1週間で、結果がわかるんで、ちょっと怖いな。日ハム、と阪神のトレード、新庄を取りに行ってるから怖いな。おっと、あと金が825万円、火の車か。だが俺は焼きつくのことを知り尽くしてるから、その辺の資料と焼きつくらだったらね、こんなお金がなくなるとね、こんなにお金がなく、あれどうしよう。500で2ヶ月は無理だな。お金、まあ、次でやろう。計画が狂ったな。サイン色紙が作られて、サイン色紙が売られてるから別にこれはいいんだ。うん、オッケー。行きましょう。ここまで特にやることな。チケットの設定、2000円かな。とりあえず最初に全然ね、サイエドビジネスとか施設とかどんどん作りたいけども、825万円じゃもう何もできない。何もできないよ。さあ、グラウンドだ。どんな打線を組むかだね。金村、調子上がってきている。ブランデンは盗塁は成功しづらい。ピンチには強く迷惑もない。何のメモにもならんわ。お、3ターン再登録できないシーズン中。まあ、野手は関係ないし、投手はあの2人下げっぱなしだし。さて、ブランデン調子悪いな。ブランデン調子悪し。まあ、西浦とか、BCCCCC の。まあ、ブランデン今のところあれだね。代打の切り札的な使い方をするしかないな。まあ、DH だわ。石本使うならブランデンでしょうね、今のと現状ね。で、まあ打順組むならこんなとこでしょう。左右になるけど、右左右、小笠原を2番に置くと左右打線組めるけど、金子を1番で使うことかっていうね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。あと、そう気になってたの守備ね。ブランデンの守備とオバンドの守備どっちがいいか。ああ、オバンドの方がブランデンよりは守備がいいか。そっか。じゃあオバンドレフトで使うしかないね。オッケー。投手企業もこのままでいきます。
ますよ。いきますよ。ふい、ふいふいふい。ふいふいふい。オッケーオッケー。さあ、始まるぞ。シーズンがやっと始まるぞ。今日はあれなんですよ。あれなんですよ。シーズン開幕なんですよ。現実のプロ野球2018年のペナントもね。セパ両リーグね、3月30日、土曜日、金曜日、開幕ですね。日ハムはですね、札幌ドームで西武と対決です。どうしようかな。誰3人投げさす？とりあえず金村はまあ投げさすとして、金村と、まあ関根かな。29歳より若いな。使ってあげたくないな。金村、ガンちゃんは使っていくよ、今季。あ、でもあんま使いすぎるのも、使いすぎるのもよくねえかもしれない。まあ、調整。で、関根も調整で。あとの選手は、まあ、カーブ投げとくか、カーブ。あとは、まあ、練習強度上げていこう。ミラバルも一回調整しとこうか。フォークを決め球にするのはかなり困難。フォークな。年齢による衰えは隠せない。このピッチャーも調整。立山は、まあ軽めの調整で。いや、しっかり調整で。生駒。変化球が一球欲しいよね。これもうちょっと使える変化球がね。でもカードブルなんか覚えてもしょうがないし、まあここしかないな。スライダーが欲しい。スライダーが欲しい。どうしてもスライダーが欲しい。もう少しスライダーがないとちょっと厳しい。原田もスライダーだね。このコーチのね、森重がスライダーの育成そんなにうまくなかったような気がするんだよな。フォークはまあまあ良かった気がする。スライダーの育成できたかな。まあシーズンもしかしたら途中でコーチ陣は変えるかもしれないです。あんまり森重はうまくない。高打が低いが、まあ気にしない、まあ、最初は調整もったいないな。やっぱしっかり練習しとこう。シーズン中でもしっかり練習。奈良原あたりはもう どうしようかな。奈良原難しいな。金子誠は守備連入りますかな。金子誠は守備しっかり。いや、こうだしっかりだな。もう十分守備はあるから。で、田中健介もバッティングしっかり。森本一人も、まあバッティングしっかりかな。土井の感じからいくとね、土井正宏の感じからいくと、そんなに守備を鍛えてもしょうがないんでね。ちょっとブランデンは調子悪すぎるんで、一旦分だけこれやらせてください。5番とは選球眼上がっていかない、あんまり。だから、ここで少し、そうは言っても守備を鍛えておく。そうは言っても、いや。ですね。調整。上田と、出すことになる上田と井出は調整。西浦は、肩が B。コーダだ。ちょっとコーダが低い。やっぱりこれは。でまあ、ソリブだね。教えられようがられながらが、もう石本はもう、コーダしかありえない。体力。体力十分あるぞ。制球でもいいけどな。まあいい。まあ、こっちでしょうね。
ほい。よし、気がするかどうかの恐れがいつもある。バンドの守備が B ぐらいまでいってくれたら最高なんだが、全然上がってない、全然そんなに上がってない。ちょっとあんまり向いてないかもしれない総力練習。仕方ないんかな、もう奈良原は。そこそこしかもう伸びなくなってき始めましたね。やっぱシーズン入るとそんなもんかな。立山もか、そこそこだね。よし、じゃあまあ開幕しましょうか。いきます。第1戦第1カードっていうか、まあトレードの結果気になるんでね、2週間分ぐらいやろうかなと思ってます今日。まあ30分ぐらいの動画になればいい。いや、やめとこいや、やめとこ。今日はやはり西武との開幕試合、これはやっぱりちゃんとこれを見ていこう、これを見ていこう。仕方ないね、これはそういうものだよな。第一戦は合わせていく、現実に、現実世界に合わせていこう。何戦か見るつもりだ。いやでもまあ見ていこう、見ていこう。開幕試合は大事、開幕試合は大事だ。これではいい感じの時間で終わったら、あと何戦かの飛ばして見ていこう。あ、でも球場が違うね。今年は札幌ドームでの開幕試合だけど、こっちの焼きつくでは、西武ドームですね。西武ドームっていうのかな、ライフメットと高木大成、フェルナンデス、松井和夫、垣内かな、大友進、大関のラインナップですね。昔の西武ライオンズ、左打者の多いセーブライオンズですね。フェル、これ高木宏之だったと思う、セカンド。キャッチャーは伊藤勤だよね。西武黄金時代の名捕手伊藤勤。黄金時代つっていいのかわからんが、開幕試合っていう絵が欲しかったな。開幕っていう絵が、前回のあれ使うか。あ、ちょっと待って、危ない。清宮の打席が、貴重な清宮のプロ初打席が、プロ違うな、シーズン、プロ。まあ、絵がこの絵で。公式戦初打席。いやー、危ない。賭けをしてるよ、それは。さあ、清宮だ。フォアボール。公式戦第1打席の結果、フォアボール。締まりのね、結果だぜ。だが、おバンドを見てくれ、このおバンドを。おバンドの惜しいバッティングを見てくれ。ボール。西口ですからね。まあ、時代感じるっちゃ時代感じるけど、結構長々投げてたから、西口。この時の西口は、野球つくないでのこの時の西口は本当にエースだから、本当のエースだからね。長々と投げて細々と結構活躍したっていう感じのピッチャーに思えるけども、この時代の西口はもう本当エース級のエース。あら、あらあら、そうそう打てるものではないのは今の西口、この時の西口。ノーヒットノーラン何回か、準ノーヒットノーラン何回もしたね。よし、ブランデンだ。獲得したのは伊達じゃない。しかも調子が絶不調だったのが、調子練習を企てたことによって、ちょっと上がり目まで持ってきている。わざわざオーストラリアからブランデンを招き入れたのは、水強ではないよ。ちゃんとこのシーズンを勝ちに行くための。まあ、1打席でね、そんな、いろいろ言うわけにはいくまい。ほいでですね、今日一応、開幕、セパ両リーグ開幕の試合がね、とりあえず、一段落ついてからこの動画を上げてます。巨人阪神戦がね、地上波でやってたんで、それ見ながらね、まあ、日ハムファンとはいえ、ね、ギャオラを契約してるわけではないのでね、致し方なし。お、いいですね、バントしますか。もう一球バントしますか。1点取れば、岩本勤なら、ガンちゃんなら。
よし、まあいいでしょう。ここで、奈良原だっけ ?9 番に置いたのが。バントはうまく下手じゃないよ。完全にバントでいこう。頼むぞ、頼むぞ、サードで、サード、よし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 。いいでしょう。で、セパ両リーグは、一通り試合が、決着ついてから上げてますけど、撮ってますけど、この動画。日ハム !11 対2。ナイスバッチ西浦。よし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 。これは勝てますね。打者一巡の猛攻を2回にしてもいいよ。これをやりたいね。西武に1点、2回に取られたと3回に。3回に打者一巡の猛攻で7点取られ取られてますからね。日ハム、今日の試合。ひどい。もう不安的中っていうか、新外国人選手のロドリゲス。どうしようもねえや、これ。7点取られるよ、なんじゃ。惜しい。まあいい、まあいい、まあいい。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。次の回ちょっと怖えな。松井和夫から始まる。もうロドリゲス見てくれ、この防御率 30.86 とかさ。打者15人になって投げて、被安打9だぞ、被安打9。被安打9って試合見てないけどさ。このピッチャーほんまに開幕試合で投げさせた栗山の采配はどうなんだっていう。しかもキャッチャーも。まあ、キャッチャー清水か。まずいな。3つあるぞ、3つ。3つあるぞ、3つあるぞ。あ、3つあった。あー、スリーベースだ。松井和夫、スタンディングスリーベースだ。早すぎる。1点しか出ないよ、これ。ガンちゃん、1点しか出ないっす。ここで1点で抑えれるような、そんなピッチング、そんな強気のピッチングができる山本ではなかろう。強気というか、ウィニングショット。3人をゼロで抑えるような、そんなピッチングができるような武器を持ってね。仕方ない。十分、十分、十分、十分。1点は仕方ない、1点は仕方ない。これはしょうがない。いやー、ひでえな。ひでえな。もう、打たれも打たれたりだな。その後も打たれてるからね。8回にも2点と、3点取られてるからね。2点しか、レアードの2点しかない。いやー、オープン戦あんだけ調子の良かったハム打線もね、いざシーズン開幕してみると、菊池雄星の前に4安打、2得点。これが現実。さあ、プロ野球他の結果を見ていってみましょう。今日のスポーツ。阪神対巨人戦は見てましたけども、いやー、阪神意外に強かったね。菅野相手にさ、結構ヒット浴びせまくって。なんでも菅野はあれだね、今日のこの試合がプロ入りして最もヒット打たれた試合っていうことでね。そんな試合になっちゃいましたっていう。大山のホームランとか、ね。あんだけ散々バカにされてた。ネット上でバカにされてた大山がホームランですからね、菅野から。ね。菅野からホームランを打てる選手なんて1年間にそんなにないうちの一人になったわけだから。まあ、そんなに菅野を認めているわけではないし、この日の菅野がそんなに良くなかったのかもしれないよね。で、まあやっぱ、サプライズとしては、阪神のサプライズとしては、まあ、高山を一番に置いたこと。ナイス、オッケーオッケー。高山をね、一番に置いて、しかもそれは機能してるっていう。センター、高山だね。鳥谷、ドリス。ドリスじゃねえよ。ただ、ロサリオも結果を出してるし、そこそこね。だからまあ、しかも先発全員やんじゃなかったっけね。ね。いやー、阪神勝ちました。で、セリーグ他の試合を見ていきますと、なあ、もうこんなの必要か？この説明必要か。おっと、清宮の打席だ！清宮の、ヒットが見たい。素晴らしい。もう、これは完璧じゃないか？フォアボール、ヒットで、出塁率、ね、2打数2回出塁って言えばいいかな。2出塁や。素晴らしいですね。で、まだ今日試合全部終わってるわけじゃないっす。動かしてきたね。だが悪くない。その采配悪くない。まだヤクルト横浜戦とロッテ楽天戦。あー、ロッテが返されてる。
お？お？ブランデー取った意味があるブランデー、いいですね。まあまあロッテ楽天戦はまあ途中って感じですが、さあどうだ、あ、打者の足が止まってる。チラ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 すんじゃないよ。どうやって2点取られたんだろう、2点取ったんだろう楽天。今日涌井がいいピッチングしててね、涌井のままならいけるんじゃないかと思ったけど、あ、これだな、なんかよくわかんない、進学時のシェッパーズって誰、誰シェッパーズって聞いたことないんだが。血液型不明の外人は外れの法則とかない、ない、そんなこと聞いたことない、これも聞いたことないわ。シェッパーズ、シェッパーズ、シェッパーズのせいで負けたと言ってもいいな、これ。いやー、あの涌井とね、則本の投げ合いでロッテ楽天戦は結構注目してたんですけどね、これはこのままいくと、まあ楽天が勝つな。で、阪神巨人戦のことは言ったけども、中日ヤクルト戦は違う。ヤクルト DNA で、DNA 戦。ヤクルトベイスターズ戦は、ヤクルトが6点取ってリード中。6点取って、6-1 でリード中ですね。8回裏。まあ、これは多分ヤクルト勝つね。ヤクルトなんてもう全然もうそのね、うほー、おほー。清宮がデッドボール当てられたかと思えば、さらに点を重ねている。ブランデー。ここまで、どんどん投げていこう。投げていこう。で、まあ、こんな感じですね。ヤクルトこれで、中日と広島戦はまあちょっといい感じまで行ってたけど、広島が最後突き放して3点リードで、まあこうですね。ソフトバンクは順当に強いね。誰が先発だったんだ、ソフトバンク、武田か、あ、岩崎ですね。はい、まあこんなとこかな、今日の試合の感じは。まあ開幕試合だから丁寧にやっております。一つとしてはね、いつもはそんなに試合のことをいちいちね言ってからやったったらもうそのね、もうもっともたくさしちゃったからね、ゲームの方にも内容をね、やっぱ集中してやっていかないとね。ちょっと待って、清宮だから盗塁、小笠原盗塁、盗塁を小笠原になる勢い。あー、だめだ、でもツーストライク追い込まれたら清宮の打席がね。おっ走れ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 、よし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 、清宮、俺の清宮すごい。今日の試合4回出塁してるぞ、しかも2打点。シューミンチェだ。わあ。ナイス、いい守備ですね。ああ、松井和夫だ。それは仕方がない。岩本。6回まででいいや。岩本。十分。6回まで投げてくれれば。あとは後ろのピッチャーに任せよう。ブランデー。アウトだな。井出。アウト。野口。セカンドフライ。まあ、ピッチャー交代。生駒。いや。原口。ここでピッチャー。行ってはしょうがない。よし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 、右続くからここでピッチャー交代。調子のいい駒を投げさせてみよう。ここでまたピッチャーを交代させます。マシンガン系統している。打ち上げた。よしよし、オッケー。5対3か。柿打ち。ボール。まあここ打たれたところで逆転にはならないからね、そんな緊張する場面ではないんだけど、抑えてくれないと次が左だから。左の中継ぎが欲しいな、もう一枚。原口じゃちょっと心配だな。だから正田か清水のどちらかを後ろに回した方がいい気がするな、中継ぎ。
絶対的な中継ぎピッチャーってのがいないから、あ、まあ、立山か。立山をもっとビュンビュン投げさせた方がいいかな。まあ、次の回、立山投げさせそう。シューミンチェ。シューさん。おお？おお？ノーアウトランナー二塁。先頭の西浦から。残りのイニング考えたら、2点リードはちょっと心もとないんで、もう1点ぐらい欲しいとこだね。ここの1番から始まる1番からのこの3人でなんとか1点欲しいね。金子誠にバントの指示は与えない。4打数ノーヒット。まあここで小笠原だから、俺はここで監督だったら小笠原歩かすな。高卒ルーキーの4番なんかに、なんかこう打てるわけねえだろって思うから、とりあえず小笠原上がるかすな。俺が監督なら小笠原は歩かします。この時の西武の監督って誰なんだろうね。誰だったかな。ちょっと待ってください。あの攻略も持ってくる。森正明か。ネバネバ。誰だろう。あ、東尾ですって。監督東尾ですって。へえ。はい、清宮だ。ここまで全部出塁してる。打点1だ。頼むぞ清宮。見たい。清宮のホームランを見たい。でも今日のあの阪神巨人戦見てたけど、やっぱ清宮のなんか映像、神かよ。新人かこいつ。しゃーなし。この時の西口は28歳だ。へえ。野球作って大体この選手のあの感じが当たってるんだけど、そのデータが、その後を見据えたデータが大体当たってるんだけど、西口は普通早めの成長タイプになったから、そこは外れてるね。西口はどちらかというと早め、普通持続みたいな感じの、現実ではそういうのは現役プロ生活を送った選手ですよね。いけそうだな、生駒、このまま。うん、いけそうだ。いいピッチャーをそのまま投げさそう。調子のいい。その日の調子に合わせてね。ダメなら変えるし。性能、ステータスだけを信じずに、その日抑えてるか抑えてないかみたいなところ大事だから。生駒の、ね。頼むぞ。変えるか？いや、まだ大丈夫。ここで例えばホームラン打たれても1点差にしかない。頼むぞ。悩むね、ここは継投。変えるか。いや、桜井に変える。桜井はフォークボールがあるんで、左右そんなに気にしないかな。ちょっと生駒では左バッターを抑えられない感じがした。落ちる球がないから、落ちる球とか緩急がないから、松井一夫に対してはちょっとマーブが悪いかな。
まあ現に大友、大友とフェルナンデスを出塁させてしまっているから、左には相性悪いと見た。あっぶねー、あっぶねー。橋本武彦。まあ、多分この回は特に動きはないんじゃないかなと。井出に走らせてみます。これ別に死んでもいい。よし、1点欲しいけど別にセーブをつけるためだったらいらんな。1点は、まあ今回これだな。30分かかっちゃったから、このこことの3連戦でセーブしましょうか。次で新庄と坪井のトレードが成功するか成功しないかは非常に、新庄坪井と金村井で上田のねトレードが成功するかしないかはすごく気になるけど、次回の動画でしかまだわからない。さあ西浦だ。まあ、さあ選手交代です。おばんどうのところ上田を出します。守備では全然上田の方が上。以上西浦と石本じゃ、足は石本の方が上だけど、それだけだもんね。レフト上田でいいかな。ライト選手交代、ライト上田だな。よし、でピッチャーは抑えのエースミラバルを投入。さあミラバル頼むぞ。3点差だ。セーブ機会ではあるけれども、そんなに怖がる場面でもない。3点あるし、しかも西武の打線は下位に進むところ。ツーストライク、追い込んで、粘るね。先頭打者出してほしくないな。よし、いい守備。よし、そのための奈良原だ。そのためのよし、いい守備いい守備。褒めすぎ。なんか最近褒める教習所ってのがあるらしいな。自動車教習所、ミスしても褒めるみたいな。いや今のは普通にいい守備だけどな。脱輪しても褒めるみたいな。へえー、そういうのあるんだ。もうね、コーチで自動車免許取ったけどさ、めっちゃ怒られてさ、コーチ弁、土佐弁でさ。もうあんま覚えてない。土佐弁どういう風に怒ったか覚えてないけど、で、もうキャッチャー、野口多い。怒られすぎるとさ、ミッションで取ってるからさ、クラッチを踏む足が震えてさ、うまいことこう、半クラができない。怒られすぎるとね。あれは逆にやっぱ、まあ、ゆとりと言われるかもしれんが、怒る教習所よりは怒んない方がいいんじゃないかなと思うけど。ミラバル、ミラバルと心中することになる。だがあれはキャッチャーのエラー。ワイルドピッチが絡むから、防御率には影響しない？してるじゃない。全然してるわ。防御率 13.50 に。数字って大事よな。能力、云々もあるけど、数字がその選手を物語るから。だから150キロの球、素晴らしいストレート、素晴らしい変化球にコントロールがあっても、防御率がね、10点台のピッチャーは、シーズン終わってね、やっぱこのピッチャーいまいちかって思われるよな。でも逆に全然速くない球、そこそこのコントロールで、大したことないコントロールでしょぼしょぼの変化球でも防御率が1点なんぼとかあったら、あ、このピッチャーいいってなるしね。それはもう選手云々の能力じゃなくて、数字って大事っていうことに思いますけども。
まあ結果6-4で勝ったので、もう何の言うこともね、完璧だ、完璧な試合だ。さあ関根だ。でもちょっと前の試合見てみる？打撃成績、清宮の打撃成績、3打数3安打1フォアボール1デッドボール2打点強すぎる。さあ見てみよう。ぽい。お、いいですね2試合連続勝った。清宮の打席3打数2安打1打点6割6分7厘通算打率7割1分4厘。おお、おお、これはあれですかね、もしかして最初のテレビに乗るな。金村、ここで勝ちに、もう一つ勝ちに行く。塩ボールの塩崎だ。うおお、なんだこのファイターズなんだこのファイターズ。4打数2安打4打数2安打1本2打点6打数4安打4打数2安打1本塁打4打点。見たかったぞ清宮のホームラン。4打数2安打おほー、ブランデン4打数5打数2安打2本4打点。清宮打率7割だぞ。3試合終えてちょっと記念すべきスクショ撮る投稿かもしれん。これは見とけよ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 。あ、時間が長い、36分で分かってる。楽しみすぎだろ、焼きつくの第1週を楽しみすぎだろ。見とけよ見とけよ。ほい、清宮7割ローズ、初芝、一郎、ボーリックっていう、あまり聞き慣れない名前の人たちが上にいるけど、一郎以外の初芝とかボーリックとかいるけど、清宮7割おかしいだろ。一郎4本ホームラン打って8打点なんだが、もしかしてこの焼きつくでのライバルは清宮ではなく、清宮のライバルは一郎かもしれん。ねえ、ここに清宮いるけどさ、7打点でその上を一郎がいってるからね。ホームラン1本じゃ4本の一郎に勝ってんってか、おかしいだろ。一郎のホームラン4本は。ミラバル2セーブ、ウォーレン2セーブ。本日の特集、おー、西崎1500奪三振。てれれ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 てって、西崎も元西ハムの選手だよね。はい、重々承知、重々承知よ。てな具合で今回はここまでということにさせていただきたいと思います。長々とやっちまったな。今日中にあげられるかな、エンコード間に合うかな。まあ間に合うでしょう、間に合うでしょう。いやー楽しかったな俺ばかりが楽しんでる気がするな。こんな、いいんでしょうか、いいんでしょうか、こんなに楽しんで焼きつくをやってしまって。ほいじゃま、次の動画、次おそらくね、トレードの結果が出ると思うんでね、それを楽しみにしておきましょう。2人加わるとかなり層が厚くなる。ほなまた。